ここで始まりましたムチェクチャンネルですね。はい、坂井さんに来ていただきました。共通テスト終わって気分、あでも晴れもしないか別に。晴れないですね。まあここから一般でドドドドドッとやっていくんだけど、その受けるところを一応発表というか、はい、していこうと思うんですけど、まず一番最初にやってくるのが日大ですね。日大のスポーツ、はい、日程が N1期ですね。全学部、複雑な N っていうのが多分全学部です。 N 日程っていうのが全学部だね。あ、おそらくそうだと思います。私が赤本買ったやつ違ったんだよね。あれは個別の方です。わかんない、まあ似てたら使ってください。視聴者の方からいただいた Amazon ギフトカードです。あ、そうです、はい、すごいいただきましたんで、それで全部補えてますから。あ、それありがとうございます。今またってほら第2の坂上さんオーディションやるから。あ、そうなんですか。うん、まあ、オーディションみたいな正式に発表してないけど、あの結果発表の動画でさらっと言ったでしょ。あ、はい、さらっとそういうなんかお金はあげないけど、うん、って言ったら来たすぐ応募ドドドって来たけど、はい、でもね、そう受験生を追ってきますって言ったのに、うん、高1ですって2人来たけど追ってけない。1人は高1です、顔出しもできませんって。いやみんなね、なんかね、追ってほしい追ってほしいって言うけど、いや、こう顔出しして追って大変なことですよ、うん、そうですね。気づかれたりする？声かけられたっていうのは1回ありますね。あった、やっぱなんて言われたの？坂上さんですよね。はいって言ったの。はい、どこ行くんですかって。じゃあそれが一番最初にやってくるやつですね。はい、全学部入試なわけね、はい、でそれでスポーツ、はい、で英語と国語だけですね。国語は古文ある？ないはずですね。じゃあ英語と現代文だけでまず日大が最初にやってくると、はい、で次にやってくるのが2日で成城ですね。あ、成城大学、はい、はいはいはい、これも私が赤本書いて違えたやつね。そうです。え、何にって言ったの？またこれも複雑だった。成城が S、 あれ成城が S で成形が E、 どっちも全学部で。分かりづらい名前が。成城は S 日程っていうの？おそらく成城が S で。そうですね、はい、みんななんでそういう変な名前にするんですか。、はい、S 日程で、まあ、全学部、はい、で科目は国英だけです。国英で、で国語は古文もある。古文があるんですよね。なるほど、じゃあ古文もやんなきゃいけないわけだね。次が成形。成形がやってくると、はい、で成形は国語と英語で、こっちは古文ある？ないです。ない、はい、あ、じゃあ基本は原文なんだね。じゃあ原文の方に、はい、まあ、原文と小論に力入れてくって感じだね。はい、成形が E 日程。成形がそうですね、E、でもちなみに成城成形はだってさ、スポーツじゃないから受かったらどうする？行くのかな。どっちだろうって感じ。はい、まあ、ある意味リベンジみたいなもんでもあるけど。まあそうですね、去年のだからその気持ちはよくわかるんで、自分自身もだから現役時代千葉大ダメだったから、もう絶対にリベンジしてやるって言ってやったから、はい、その気持ちは非常によくわかります。はい、そのなんかみんななんだよなんだよとかって言ってたけど、スポーツじゃねえのかよとかできたけど、いやリベンジしたいって気持ちはすごいよくわかるんで、はい、ただまあ原文中心だね勉強するとしたら。うん、古文にそれ時間かけるのもったいないもんね。はい、でその後が法政ですね。あ、法政の T 日程。めんどくさいな。 NSET ね。はい、はい、昔と違って変な名前の入試がいっぱいあるな。はい、なんで法政は T なんだろう、わかんないけど、統一の T なのかな。うわ、うん、で統一があって、これは原文と英語だけで。ああ、なるほど、はい、ただあれなんでしょ、なんか知識があるんでしょ、うん、文学史の。そうですね、だから文学史の勉強しなきゃいけないっていうのがあるって感じですね。はい、でそのあと青学はありますね。2月の13日に。じゃあ T 日程よりも後に。そうですね。青学がで受けるの学部が午前が教育。あ、2つ受けんの？そうですね、午前教育で、で午後がフランス文。フランス文？なんで？なんか国語と英語の共通が出せるんですけど、うんうんうん、それ出せるのが青学ぐらいだった。なるほどね、なんかずっとでもコメント欄に中央のここできますよ。あ、それも考えてて、うん、ただまあ昨日ちょっと交渉ちょっと相談できなかったので、またそれも考えてますね。そう、何回も前にも書きましたからってこれ、はい、来てたから、そうなんだって思って、じゃあまあまあまあ語学普通分フランス語やったことはないよね、どうせね、はい、教育とかね。で法政はスポーツですからね、はい、さっき言った。で語学が、え、教科はフランスが総合問題、うん、総合問題なんだ。総合問題だっ
たような気がします。総合問題か英語なんか、うん、教育はが小論ですね。ああそうか、はい、じゃあ共通テストのやつ使ってプラス小論。そうですね、共通テストプラス小論、プラス小論でどっちかで基準点がある、うん、ありますね。あそうなんだ、はい、でフランスの方は共通テストプラス総合問題。そうです、確かそうですね。じゃあ英国と、じゃあやっぱ小論中心か、小論と評論か。小説が出るとか特にない。小説が出るのはまだちょっと分かんないで、そこまで見てないですね。なるほどね。ただまあ公文は1個しかないってこと、正常だね。そうですね、正常でいった。じゃあもうほぼほぼやんない。はい、まあやる、まあ差しやりますけどやるそれまではやりますけど、うん、正常はいつ。2日ですね。もう2月2日まで、はい、はちょっとだけ、まあ、過去もやってみてね、過去もだけやってみてそれでって感じかな。ただ原文と小論優先だな、そしたら。そうです、ね、圧倒的に。で最後がスポーカーだもんね。そうですね、最後早稲田のスポーツ科学部で、でまあこれも、まあ、去年はねそんなに高くなくても受かった人たちいたんで、うん、ただまあ初年度だったんで、去年が今年どうなるか全く見えない。はい、レベル上がるとかずっと言われてたけど、でも共通テストここ実際難しくて、でも結構英語は対策してきてたんで、はい、レベルの高い人たちも多いかもしれないという感じなんで。小論の勉強はどう進んでますか、初めて小論について。あ、12月の最初らへんからちょっとお休みして、もう小論、うん、ああなるほど、共通テストに、はい、あで、まあ、今週からまた再開する予定なんですけど、うんうんうん、今までやってきてどうでした。今までやってきて、うん、小論、まあ型っていうのはできてはきてるんですけども、うんうん、過去問を実際にじゃあやってみようってなったら時間に間に合わないですね、全然。ああなるほどね、うん、発想力とか大事でしょ、だって。あ、まあそうですね、浮かばないといけないしね、はい、でも論理的に書くとかはいける。まあまあそこら辺はまだあまり指摘はされてない。あ、なるほどね、まあ、ね、あの松原さんのとこのね、小論添削とかも利用できるし、はい、結構やってたもんね、小論もね。そうですね、かなりがっつり毎回毎回記述やってたんで、そのただ記述力はその現代文にも役には立つと思うので、はい、字のなんか文があってから書くやつとかもやったけど。そうですね、数回やりましたね、うんうん、いや今の感覚としてどうですか、伸びはどれぐらい伸びたなとか。小論、あ、もう全体で、全体でやっぱり英語は協定だけですけど、うん、すごい最初6割で時間も足りなかったのに、うんうん、ここまで来れたのっていうのは、まあ素直にそれは嬉しいですね。うん、感覚としてはやっぱある、読めるぞみたいな、聞けるぞみたいなのが、あ、はあります。感覚がこれからそれがね出せればね、次第、まあとにかく別の力を問うてるからね、うん、これで多分知識をちょっと積んでいってもらって、知識装備、はい、どうなの、ヴィンテージとかネクステとかは。今ネクステとポラリスを同時にやってますね、うん、なるほど。でやってて、どう、解ける、忘れてるなとか。でもポラリスは案外覚えてて、うん、なるほどね、でまあより詳しいヴィンテージってなると、うんうん、やっぱり太刀打ちできないところあるなっていうのはあるね。あいつらもやってくるでしょ、エブンポファイナルとかも多分。ああ。やってかなきゃいけないんじゃないかなと思うけど、はい、まあ、あと過去問もやんなきゃいけない。ただまあね、1日10時間やってましたから、はい、なんか疑ってた人めっちゃ多かったね。そうですね、遊んでんだなってコメントありましたねいやいや、やってんだけどと思いながら、自習室来て何もしてないみたいなね、はい、遊んでんじゃないのみたいな、何やってんのみたいな来てたけど、そんなわけないから、はい、そうとか、こうなんか波があってとかでしたけど、問題自体に波があったもんね。うん、共通テストの模試だったりとか、はい、パック、うん、予想問題パックとかもだいぶなんかこう違ったよね、はい、でそれやってる人は分かってる、うん、やってる人たちは あれ難かったとかコメント来てたけど、うん、やってない人たちはなんだこの電話みたいなで、ね、なってたから、もう10時間やるっていうのも癖になってるというか、10時間やるの当たり前には。そうですね、もう当たり前になっちゃいましたね、うん、それはやっぱ強い、自分の中でも。もうそうですね、かなりやったっていう自信にはなりますね。だよね、できるんですよ、あのね、ほんとね、受験舐めてる人たち多すぎて、やるから普通に10時間以上なんて、うん、やってましたよ、自分自身、はい、受験はやればできるようになる可能性が高いものですから、他のものと比べてね、はい、スポーツとか、あ、スポーツバスケ、そう、バスケですね。終わったらあれなんじゃない、バスケやってるシーンとかも撮るわけだよ。あ、撮る、今撮るんですか、ね、まあまあやるんじゃない。あー、それは俺がこうやられてるシーンとかみんな見たいわけでしょ
期待も膨らむと思いますんで、はい、あちなみにそのね第二の坂上さんみたいなのは素直にその10時間以上やってくれる来年度の受験生を募集しておりますので、そのツイッターに書いてもらえればいいと思います、はい、じゃあまあここからまだその10時間勉強は続いていくということで、はい、戦ってもらいましょう、はい、まだそうか緊張解けないよね、そしてまだまだ終わった共通です、でも燃え尽き症候群にならず、はい、その日からも勉強やったもんねやりましたね、次の日もちゃんとやりましたから、はいはい、皆さんも燃え尽き症候群にならず頑張ってやってみてください、はい、多分ね坂井さんと同じとこ受ける人たちも一緒に頑張りましょうとか来てたしね、はい、またアマゾンゲートカード送っていただければ全部坂井さんの本になりますので、はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。